こんにちは。戸金高齢者生き生き安心センターのセンター長をしている前田と言います。この動画では戸金の街づくりに関わっているコガネットのメンバーが取材したホットなニュースをお届けしていきます。まず一つ目のニュースです。認知症の方々の地域での暮らしを支える戸金地区オレンジ協力員の活動が令和2年度認知症サポーターキャラバン展開工夫事例優秀賞を受賞しました。新型コロナウイルスの流行に対応するために内容を人形劇に変更して地域に発信した柔軟性を評価され受賞に至りました。それでは実際に作成された人形劇の動画の一部をご覧いただきます。エリはおじいちゃんとおばあちゃん、お父さんお母さんの5人家族。お母さんが仕事をしているので、小さい頃からいつもおじいちゃんとおばあちゃんと一緒に過ごしてきました。エリは優しくていろいろなことを教えてくれる。2人が大好きです。最近、おじいちゃんの様子がいつもと違う時があり、戸惑うことがあります。以前は小学校に来て昔の地域の話や昔の遊びなど教えに来てくれて自慢のおじいちゃんだったのに、最近独り言が多くなり怒ることも多くなった気がします。今のおじいちゃんはなんだか嫌いだな。認知症って聞いたことは。作成された動画は小学生の親子を対象に実施されたオンライン講座で使用されたとのことです。昔も今も人形劇の制作準備に携わったオレンジ協力員の小沢さんのコメントをご紹介します。本当に人形って作ったことはありませんので、たまたま私衣服の企画の仕事を長年やってきたので少しはヒントには自分としてはなってたんですけど、全て手探りです。それでだから本当は直したいところも直せないまんま全部作りましたけど、ただねおかしいっていうか不思議なことに、お人形作っているとなんか愛情が湧くんですよね。だからとっても可愛くって、それで夢中になってただけです。ありがたいですけど思いもよらないことだったので、こういう大ごとになるとは夢思わなかったんですけど、まあ皆さんがね楽しくやっていたことが結局は受賞につながったと思います。人形劇作りは本当にゼロからの手探りで大変なこともありましたが、皆さんがそれぞれ得意なことを生かして参加をされていました。受賞されたオレンジ協力員の皆さんは心なしか緊張しながらも最後の記念撮影では笑顔がこぼれていました。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。また今後もホットな話題を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。